しているか？聖域は空気が気持ちいいだろう。何？恋のリサーチが難航だと？何の話だ？すみません、恋のレッスン ABC とか初恋の見逃せ方とか端末でアクセスできる範囲を調べたのですが、翔くんならば聞くが、私のことはどう思う？カナ将軍は大好きです。それは尊敬か憧れかドキドキはしないのか？ドキドキはしますけど緊張もしますし、あったかいようなのとごちゃごちゃして。マスター殿にはそれを感じないのか？の魅力ではあるか。そうなのでしょうか。よもぎくらい嘘をつかない女の子は私の周りにいないぞ。だって嘘をつく理由がないです。そうかそうか。まあ恋について悩むのはいいことだ。大いに悩め。そっちには調和の先輩がわんさかいるから、困ったら相談してみるのだな。了解であります。というわけなのだ。一つ先輩としてアドバイスしてやってはもらえないだろうか？神田将軍のお願いでしたら喜んで。調和についてお話を伺いますでしょうか？はいはい、拙僧にお任せあれ。私は草食だから嘘はつかないけど、大事なのは色気よ、色気。人を好きになるとか恋するとか。恋するのも大事だけど、恋させるには色気が大事でしょ？なるほど。調和について知りたいって？そうだな。きなこさんなりのお言葉を。考えるな、感じろ。感じろ。感じちゃう。お、よもぎちゃん、どうしたの？なるほど。まあ、調和なんてそんな構えてするもんじゃないと思うけどね。勢いでガバーッと&ズブーッとって感じで、あとは流れかな。ガバーッとズブーッと。任せた。じゃね。なんで私に聞くんですか？謎は深まる一方です。かえって混乱させてしまったか。よもぎはマスター殿のことをどう思っているのだ？マスターさんのことは好きです。どう好きなのだ？それは優しいですし、勇者様ですし、お餅おいしいし、何よりカンナ将軍が慕ってます。私に左右されるなと言ってるだろ、バカ者。私か？そうだな。いろいろあるが、旧姓バカなのは好きだ。旧姓バカ？ミサオさんからも聞きましたが、召喚まだわからないです。あいつの頭にはそれしかないのだ。毎日毎日うまい料理を作って、修行を見て、何かあれば体を張って守ろうとする。女の前で格好をつけるわけでもなく、とにかく私たちを利用しようとしてる。利用ってありますか？そうだ、世界を救うためにな。あいつは一見すると優しいだけの間抜けだが、本当にそれしか考えていないド変態だぞ。将軍のお言葉から好きって気持ちが伝わってきません。私はな、そんなマスター殿を振り向かせるのが快感なのだ。なるほど。将軍がマスターさんを攻略しているのでありますね。その通り。今となっては私が隣にいるだけでハーハーするくらいには調教してやった。さすが将軍です。うむ。ま、そういうわけで重機バカのよもぎともお似合いだぞ。どうだ？確かに召喚も重機や兵装のメンテが一番楽しいです。気づいたら何時間もいじってるし、マスターさんはあの感じを分かち合える相手になるかどうかはよもぎ次第だ。召喚ごときに務まりますでしょうか？自信がないのか？恋というのは相手を魅力的だと思うところから始まるらしいのですが、そのただ素直なだけで召喚を魅力的と思ってもらえるでしょうか？魔法を使えば大丈夫だ。魔法ですか？召喚にそんな才能はあると思うぞ。それはどのような？それが恋という魔法だ。カーン、わからない。でもわからないじゃ済まされないのが今回のミッション。そうですよね、神羅将軍。もうちょっとマスターさんを研究しなくっちゃ。そう、マスターさんまた一人でお料理してる。え、そうかも。試行錯誤してる。勇者様も一緒なんだ。召喚もそうだ。映像は厨房も技師さんに教わって違うんでじゃ。ただちょっと何してるかなって様子を見に。